スミノエシティナイターのゴールデンウィーク恒例のオール大阪ラピードカップいよいよ5日目準優の3個レースはラスト第3弾の第11レースの準優勝戦さあここも123で456で動きはなくどうやら並び枠なりに並びそうかすかな追い風が吹く程度の穏やかな水面です1号手の石野孝い順準優ラストの人気の中心ラピードカップは過去5回優出1回優勝今年は予選トップ通過の人気の中心です 2号艇の木下翔太、正月に続いてオール大阪連続優勝なるかとなっています。3号艇松井茂、ラピートカップ13回優勝のさあ、今年は準優突破なるか。4号艇の石川鉄秀、オール大阪初優勝なるか。5号艇の伊藤義朝、こちらもオール大阪初優勝なるか。そして6号艇の上条義継、今回のオール大阪の18番目、オール大阪初優勝なるかです。 さあスローが123でダッシュが456と並んで枠なり3対3で進入体系が固まってまいりましたさあ今回のゴールデンウィークのオール大阪は石野孝之がナンバーワンに王手をかけるか注目の順位ラスト第11です1番2番3番4番5番6番の枠なりで間もなくスタート1秒 コートしていきましたスタートはインコースから1号艇石の,のダッシュでから4号艇、5号艇、6号艇ですが一マークはインから逃げる1号艇石の,のを指して2号艇の木下真ん中を3号艇が攻めてあとは五番、四番、六番でバックスレッチャーイン線から押し切った1号艇、ここも人気の石野孝幸そして二番手争いですが3号艇の松井茂が上がってきて1号艇と3号艇その後では2号艇、5号艇、4号艇が固まって後方に6号艇なおスタートは星璃でしたラインタンマークはトップで回る1号艇石野孝幸そして二番手で回って3号艇の松井茂ここも現在は歴代 発車そして後方3番手争いですがわずかに内から2号艇の木下上がってきてレーサー2周目と入ります先頭が1号艇人気の中心で石野孝幸2番手には3号艇の松井茂3番手には2号艇の木下翔太上がってきて現在は人気どころ内訳3手が上位バックスレッジへと入ってまいりましたが先頭1号艇2番手は3号艇3番手2号艇とここは人気どころ132先頭と2番手な間は 30m ほどその後ろも水が入っていって2号艇の木下翔太が3番手あとは4号艇5号艇最後方に六号手となっています ラインターンマークを回りますが先頭で1号手の石野孝幸そして2番手は3号手の松井茂そして後方3番手ですが2号手の木下翔太直線コースは上位が早々と人気どころ1、3、2最終周回へと入ります。 最終周回、先頭には1号艇、の高い木ここはインセンから堂々と押し切って、そして2番手は警戒に3号艇の松井茂、そして3番手には2号艇の木下翔太、最後のバックスイッチと入ってまいりましたが、上位が1号艇、3号艇、2号艇、人気どころで固まって、あとは後方、水がいて、4号艇、5号艇、6号艇の順になっています。 最終タンマークを回ります、1号艇、石野隆之がラピートカップ V2 のオールオスが大阪 V7 に王手をかけました、ゴールデンウィークのファイナル、1号艇は石野隆之、そして2番手は3号艇、松井茂がラピートカップ18回目、オール大阪が52回目の優出です、先頭1番、ゴールイン、3番、ゴールイン、2番、ゴールイン、4番、5番、6番がゴールイン。